はい、ということで異世界へようこそということで、今回は京都市伏見区にございます大岩神社に来ております。はい、ということでね、最初にあまり見慣れない鳥居があったかと思います。あれはね、日本画家の堂本印象という方がね、描いたもの、それを、石膏ですね、彫刻を彫ったのは中村幸次郎さんという方で、それをこちら大岩神社さんの方に寄進したというものでございます。おそらくね、あそこの絵柄を見る限りは、神仏混交であろうと思います。はい、で、こちら大岩神社さん、割とねこの数年前から有名になっている神社ですが、正確に言うと神社としてはね、廃社届ということで、今無人の神社どころか一応ね廃止されたということになってはいます。なってはいますが、実際にね今でも崇敬している、方々がね結構いらっしゃると思います。というのはね、それは実際、この動画を見ていただいたらなるほどというふうに分かっていただけると思います。ただところどころ、鳥居とかねいろいろと、自然災害で壊れたものは多額のお金がかかるのでね、そこだけは、治っておりませんが、それ以外の部分今でも崇敬している人がいるんだなという部分を感じていただければと思います。それとこの動画、私ね編集していてね、ところどころいろいろと、自然音が入ってきます。自然音ね、どこで音がしたのかなっていうのもよくわからないものも入ってきますので、その辺も含めて楽しんでいただければと思います。はい、ということでね、先ほど申しました数年前からなんでしょうね、私自身が知ったのは3年ぐらい前だったと思います。そしてね初めて、参拝に上がったのは2年ぐらい前でしょうかね。はい、で今までね私は、3回ぐらい、上がっておりますが、今回動画でね公開するのはようやく初めてでございます。他にもね動画アップしている方いらっしゃいますが、また違う動画になっております。はい、私の動画をよくご存知の方はそういうことかという部分で、最後に、ほぼ最後ですね、感じられるシーンも出てきますんで、そこもね、そこも、とってもいいシーンだと思いますんで、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ちなみにね、今のこの映像の少し手前に池がございます。左の方にね、おそらくその池だと思うんですが、カッパ池と言いましてね、子供一人でその前を歩くと、子供が引きずり込まれるなんてね、周辺では、小さな子供にね池に近づいてほしくないからだと思うんですが、そのように言って、池にね池にですよ、あくまでも近寄らせないようにしていたそうでございます。はい、ということでまたね鳥居が見えてきました。これはオープニングの鳥居とはまた違う鳥居でございます。はい、オープニングの鳥居ではございません。そして、ご祭神ねまだ申しておりませんでした。大岩狼と小岩狼、これはね、昔からの岩倉信仰で、ご神体は岩でございます。岩でございます。今ね玉垣の中に入っていますが、少しだけ姿は見ることができますので、それも楽しみにしておいてください。ということでここね木ですね、修行のための滝でしょうか。不動明王もねいらっしゃいます。はい、ということでね、いつもねあの喋り出すと最初から最後までずっと喋ってますが、ところどころで喋らずにね
こういった水の音、自然の音を聞いていただければと思います。なんといってもね、やっぱり最初にテロップ文字で出しましたが、異世界って感じですからね。ちなみにこちらは、伏見鳴り大社さんからね、何分かな、10分、車ですとね、そのぐらいで来られるんじゃないかと思います。ちょっとね、時間って私あんま測ったりしないのでよくわからないんですが、近いので、私が忘れなければ、Google マップをね、動画詳細欄に貼っておきます。今ね、この鳥居のね、左側、この目の前ですよ、この前にね、石膏で、これを実際に掘ったね、中村浩二郎さんのお名前が見えましたね。はい、左側見ても分かる通りね、神社の鳥居なのに仏教じゃんっていう感じですね。はい、またなかなかね、本当にそこが、不思議な世界をね、作っているんじゃないかと思います。ここから御本殿に向かっていきたいと思います。ここはね、参道になりますんでね、ぜひ皆さんも一緒に歩いてる気持ちになって、歩いていただければと思います。はい、この辺りね、結構いろいろとね、壊れてるものがあるんですが、それはそれでね、まあそれも自然の一部なのかなというふうに思います。はい、こちらにね、見ていただければ、はい、大岩明ですね、3番目は神明神本社道でいいんでしょうかね、ございました。ここしばらくね、階段を上がって、そこからは、階段がない、道になります。はい、こうやってね、ところどころでお稲荷さんがいらっしゃったり、いろいろとね、聞き慣れない神様の名前が彫られた石がね、いろいろなところにあります。この動画ではね、どうしても、全てをね、映すことはできませんが、ぜひこの京都市内、伏見鳴り大社さんの近くにあるね、不思議な世界を感じていただければと思います。ちなみにここはね、最初言わなかったですよね、木氏、木宇治ですね、木のつらい雪とか出した木宇治ですね、あの木宇治が、支配していた領域と言われてましてね、この大岩神社さんも、木一族がね、大切にしていた神様でございます。ということで、非常にね、歴史そのものは長い神社だと思われます。はい、ということで、先ほどのね、不思議な形の堂本印象はね、寄進した鳥居から、ほんのどうかな、10分15分歩けばね、御本殿に着くと思います。15分かからないかな、うん、そんなぐらいだと思います。私先ほども言いました、あまり時間気にしてないので、はっきり覚えておりませんが、そんなに、大変ではございません。はい、先ほど申しましたようにね、こういう形で鳥居とか聞いたことないようなね、神様のお名前が出てきます。ということで、こちらは動画でございますので、あっという間に、あっという間に御本殿が見えてまいります。この奥ですね、正面の奥、建物が見えると思います。こちらに御本殿がございます。はい、今ね、正面に鳥居が見えておりますが、そこをね、右に曲がって奥の方にもね、鳥居が見えております。そこまで来るとね、もう正面に大岩神社の拝殿、その後ろにね、御神体があります。まあ、拝殿というか、もう御本殿ですね、拝殿じゃないですね、御本殿で、後ろに御神体の岩がございます。そして向かってね、右手の方にもう一つお社がありまして、そちらはね、小岩神社、大岩神社の御神体より少し小さなね、岩がございます。
私はね、そちらは、一応ね、拝見したんですが、ちょっと動画としてね、映像として見るにはちょっとね、なかなか、撮影が困難でした。はい、ということで大岩神社の大岩のね、ご神体の方は、玉垣の隙間からになりますが見えますのでね、そちらもぜひ見ていただければと思います。で、私たち日本人のね、先祖が2000年前でしょうか、5000年前でしょうか、はるか昔から信仰した大切なご神体だと思います。ということで今からね、階段を上りますので、そこで参拝時間となります。ぜひ参拝していただければと思います。小岩神社さんの方もね、短いですが参拝時間用意しております。はい、ということで、もしね、ご祈願ございましたらコメント欄にお書きください。もうちょっとね、階段上がりますよ。はい、ご参拝ください。はい、ということでね、ご参拝いただけたでしょうか。参拝終わって外に出てみると、はい、雨が降ってまいりました。いや、途中ね、雷の音が聞こえていたので、なんとなくね、分かったかなと思いますが、雷の音はね、何度も言っておりますが、赤おかみ、虎おかみのおかみの神のおかみという字は雷の音という意味がございますので、雷の音がね、これだけゴロ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 鳴っていたということは、友人様がね、上に来ていただいたのかなと思います。これ何映しているかというとね、下にね、アリンコが歩いてたんで、早く帰れよという感じで映しておりました。いい感じでね、雨が少し強くなってまいりました。ちなみにね、この程度の雨ですと、私、全く傘を差すことはありません。はい。全くないですね。ということで、これからね、左の方から、大岩神社さんのご神体である岩、こちらの方を、玉垣の隙間からですが、皆さんと一緒にね、見てみたいと思います。はい、ということで、奥に見えている鳥居が、オープニングのね、時の鳥居でございます。見えるでしょうか。はい、まあね、さすがに上から覗くっていうのもちょっといくらなんでもね、品がないかなということでやめておきました。いい感じでね、雨が強くなってまいりました。はい、これね、本当最後はね、2,30 秒ね、音楽とか一切入れずに、雨音だけで流しておりますので、ぜひ最後にね、皆様浄化していただければと思います。ということで、雨が少しずつ、強くなってまいりましたが、本当にね、いい感じでございます。こちらが小岩神社さんでございます。はい、ということでね、いい感じで雨粒も当たってくれました。はい、ということで、こちらもね、皆さんよろしければご参拝いただければと思います。ということで、雨がね、どんどん激しくなってきましたが、限度を超えた雨がね、降ってる時っていうのは、大概私、屋根のあるところにいる時でございます。はい。でね、不思議と、そろそろ帰りたいなーと思ったらね、雨が止んでくれるからね。はい。今回は、京都市の大岩神社さんでございました。また次回はね、素晴らしい神社でお会いいたしましょう。失礼いたします。